毎度りたいです。今日は5月の21日やねんけど、ちょっと最近ふと思ったんが、ぼちぼちちょっとスーパーにうなぎが並んできてね、焼きうなぎ、かば焼きありませんか？スーパーでパーって並んでた見て、だいたいまあ、うなぎが売れる時って7月、暑い時じゃないですか。暑い時に、うなぎがぐっと需要上がる前にうなぎの動画を撮影しとけば、伸びやすいんちゃうかなと思って、急遽、うなぎを今からスーパーに買いに行って、うなぎのかば焼きあるやんか。中国産にしろ、なんか鹿児島なんかな、大体。にしろ、かば焼きうなぎで売ってるけど、2000円とかで。あれって、まあ、みんな知ってる人も多分おると思うねん。ちょいちょいこれ認知度上がってきてるから、このやり方。そのうなぎのかば焼きを、スーパーの、あれを、格段に美味しくさせる方法があるんですよ。ほんまちょっとひと手間加えるだけで。めちゃくちゃパリッとしてふわっとして美味しく、やれる方法があんねんけど、それを、今回ちょっと動画で撮っていきますわ。だから今回はまあ全然熟成させるとか、保存方法とかそんなんではなくて、中国産とか、鹿児島とかのうなぎのかば焼き。まあ普通にチンして食うたらあんなんもう全然まずいけど、あれを、焼きたてまではいかんけど、焼きたてに近いレベルで美味しくさせる方法を今から動画撮っていきますわ。で、とりあえず今から近くのいつものライフに、うなぎ買ってきます。では、はい。で、中国産のね、うなぎ買うてきました。まあ、なんでか言うたら、なんで中国産やねん言うたら、なんか、中国産って、みんな酒がかかるやん。中国品やからっていう。で、そんなん食べたくないとか、まずいとか思ってる人多々おるやろうけど、まあ、実は、そんな関係なく、この方法、おい、どこにあった？絶対カズキやん。前はちょっと今関係ない話やけど、で、何の話だったかな。そう、中国産のうなぎをあえて選んだのは、そんなまずいとかいうイメージがあるような中国のこのうなぎでもめちゃめちゃ劇的にうまくできますぜっていう話なんですよね、結局。で、やれる方法っていうのが、まあポイントが一つ二つあって、一番大事なポイントっていうのが、もうみんなもしかしたら知ってるかもしれないんだけど、この養殖のうなぎに直接まずね、熱湯の湯かけんねん、裏表。うん、熱湯の湯を裏表かけて、何でかけるか言ったら、要はこのね、いろいろ化学調味料とかタレとかいろいろ塗られてるわけじゃないですか、これって。それがまず一つまずいから、うなぎに湯をかけて、その熱湯でそのタレとかかかってるわけのわからん化学調味料、なんか裏見たらなんかいろいろついてるわ。うなぎエキスってなんやねん。危いな、これやっぱり。知らんけど。で、まあそういうのを、一回洗い流してから、綺麗にタレを塗ってあげて、また。で、それを焼くっていう工程になるから、とりあえず、熱湯を裏表かけて、不純物を一遍流していきます。もうすげえこれ。見てこれ、真空にされてるわ。中国やるな。日本のやつ真空にはされてなかったぞ。これええやん、絶対うまいわ。あつこ食うわ、後でうなぎのかば焼き。今いらんか、うん、そうか。まあええわ。なんしこれもう真空にされてるし、これなかなかうまいんちゃうか、マジで。で、使う道具はこれあるんかわからんけど、なんかもうなんか網系ないかな思って見たら、魚焼くやつあるやん。うちもう魚ほぼ焼かへんから、もうピカピカ。この賃貸マンション住んで何や、1年半2年忘れたけど、ピカピカや。これをここに置いて、この上からブワー熱湯かけていくから、ちょっと今からやっていきますわ。これマジ最強やから、ほんまにうまなるから、このうなぎ。
はい、ほんで言うわけだからこれに湯を直接かけていくと。おー、すげえな、これ真空になってんのかな、鮮度維持やな。どれどれ。あ、でも、あ、全然もう、もしかしたらこのままいくつに焼いてもうまいんかもしらんな。やっぱ中国もな、みんな怖い怖い言うけど、こんな感じね。これをオーブンに入れていくと。で、2分50秒あとね、ちょっと焦げへんように様子見ながら、230度がまあまあ熱いから焦げへんように様子見ながらやっていきますので、裏表ひっくり返しながらね。ほんでこないして、うなぎちょっとこうポツポツなってきますやん、プチプチプチってなってきたら、ちょっとこれ裏返してみて、こないして裏返して、ほんでさらに、あー、こっちがまたグツグツグツってパチパチになってくるまで焼いていきますわ。結局反対の面焼くまで2分ぐらいかかったんかな。ちょっと分足らずなんで、もうあと、2分3分焼いていきます。でこれもなんかええ感じに、ちょっと今1分経ってパチパチなってきてんやけど、ちょっとタレが乾いてきてるから、ちょっとタレかけたろ。おらおらおら、大体でいいねこんな。ちょっとなんかタレを味ちょっと濃くしていきたかったら、タレちょっと追加でかけながらやっていったら多分もっと美味しくなると思う。とりあえず湯かけてレンジでちょっとチンして、ほんで、何やった、レンチンして上でオーブンにかけると。でこれ最後またタレかけて追加で焼いていったら絶対にうまいねこれ、ほんまにうまいから。で注意点はタレ焦げやんように見といた方がいいよ。これ230度結構高温なん でちょっとあと下焦げたらアルミホイルにくっついてまうから、できるだけくっつかんようによう見ながら。よし、ちょっとこれあと1、2分やっていきます。よし、ほんでまあこんなもんなんかな。まああんま焦げても嫌やし、まあグツグツ言ってるからこれでちょっといっぺん揚げていきますわね。はい、出来上がりです。どんなもんやろ、こんな感じ。なんか見た目まずそうやなこれ。でもこれ多分なほんまにうまいね。ちょ、いっぺん食ってみますわね。でもなんかパリパリ感はあんまないな、やっぱフライパンでやった方が良かったかな。うん、ほら普通にうまいもん。うん、全然わからん。これが中国産でまずいって意味がわからへん。うん、うまいな。んで、思ってんけど、一番手っ取り早い方法は、レンチンするやんか。レンチンして、もうレンチンしたらふわふわなってもう、なんていうかな、あったかい状態やから、表裏バーナーで一気にバーって炙った方が、早いわ。オーブン長い、時間がかかる、やめた方がいいわ。それかフライパンか、もう究極もめんどくさい人はバーナーで炙った方が絶対早いよ。うん、うん、うまっ。うまいけどあれやな、もうちょいパリパリ感欲しかった。でまあ何が言いたいか言うと、中国産とか、まあ、スーパーで売られてるようなうなぎのかば焼き、ただただ買ってきましたチンしてさあ食べようじゃなくて、一回湯で流したったら格段に美味しく食べれるんで、ぜひぜひちょっと騙されたと思っていっぺんやってみてほしい。あ、ちょっとこれ改良が必要やね。次からバーナー使いますわ。うん、でもまあ湯流すだけでめちゃめちゃうまいなるから、ぜひぜひやってみてください。ではではまた。よっしゃ、やっと終わった。